はい、FM 流進堂 DJ の流進です。ヤフー知恵袋の質問コーナーに、勝手に答えるというコーナーやっております。お名前がチエリエン A の 14CAF8F0 あー長い長い、C さんでいいね、 C さん。不登校の中学生です。別室登校していますが週に2回休んでいます。それで学校休むと家族に陰で悪口言われます。母や父にはあれじゃ高校は無理だな、姉にはあいつ頭バカだな、私よりバカだし、などいつも言われてます。家にいるのが辛いです。学校にも行きたくないので行く場所がありません。それにそれが嫌なら休まず行きなよとたまに言われますが、できるなら最初からやってるじゃないですか、なんでそんなこと聞くんでしょうか、というね質問です。C さん、まずそうだね、不登校になった理由が書かれてないので、ちょっとそこの理由が分かんないから、学校生活についてはちょっと言えないんだけれども、まずね、学校に居場所がない、そして家の中にも居場所がないっていうのはね、すごい辛いね、本当に大変だと思う。で、そうだね、学校に、ただ別室登校をしてるんだよね。だから学校にはまあ頑張って行っているっていうことだよね。そっかそっか、登校はしてる、だけど週に2回休んでますということで、週に2回休むっていうのはどういうことなのかな、行けない日があるっていうことなのかな。ちょっとこれ問題の本質がどこにあるんだろう。まずね、家族関係ですね。そうだね、これはちょっと一回時間を作ってね、家族会議というのを、家族会議っていうと硬いな、ちょっと家族と話をした方がいいと思うんだけれども、まずね、高校自体はね、頑張ればいけると思いますよ。ただ、その、学校に入学するってことと、学校に通うことっていうのは別の問題だから、たとえ高校に入学できたとしても、高校に通えるのかどうかっていうのがちょっと不安ですよね。今不登校だということで。ただ、その、環境が変わることで、環境を変えることによって心機一転でもう心入れ替えて今度から頑張って通うというね風になるというのであれば、高校行くのもいいと思います。で、今中学生とか高校生の時期っていうのは毎日がね成長の段階なんですよ。だから今のうちに何でも学んどいた方がいいです。それはね、学校に行って勉強するって意味だけではなくて、本を読んだりね、映画を見たり、いろいろな場所に旅をしたり、いろんな経験をするってことが、その後の人生の、すべての糧になるんですよ。で、大体その、高校出た後、大学出た後、に勉強まとまって勉強っていうのはできませんので、今のうちにね人間としての基礎力を作った方がいいと思います。せっかく人間として生まれたんだから、ただ年を取ってく、ただ毎日こう無意味的にね、無目的的に生きるっていうのはね、すごく辛いと思う。だから例えばね、習い事をするとかね、塾に行くとかでもいいと思うんです。人とね
関わるっていうことを大事にしてもらいたいなと思います。で、学校、そうだよね。でも学校に行けないから不登校な状態なのに、家族に学校に行けって言われるっていうのは、ちょっとこう、話が違うというかね、論点が違うような気がします。まあちょっとその不登校になった理由が分かんないので、例えばいじめ、じゃあちょっとこれ、例えというか、まあシミュレーションしてみますね。もしいじめで学校に行けなくなったんだとしたら、そのいじめ問題を解決しないといけないので、まあその学校の先生にいじめっていう事実があったことを伝えて相談してください。で、例えば学校の勉強についていけないとか、友達関係で失敗しちゃったとか、そういうことであれば、今何年生だろうな、何年生かも書いてないからちょっと分かんないんだけど、まだまだ挽回は効くと思いますよ。だからめげずに、なんだろうね、まあめげちゃダメですよ、これは。で、何かつまずいてしまっても、そのつまずいてしまったことが人生の全てじゃないから、またね、立ち上がって、自分のできることを考えて、なるべく楽しくやれるようなね、学びの場を自分で作ってください。ありがとうございました。